はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクト、本日もやっていきましょう。本日はピラミッドですね。ピラミッドに眠る秘宝、4話いきましょう。だんだんとこれあれだね、向こうも上がってきたね。で、前回はどんなパーティー行ってたんだっけ。あの移動力のあるパーティーで行った気がするんだけど、どれで行ったかわからない。じゃあこれで作り直そうか。移動力のあるパーティー、そろそろ8000だからね。なんか変なのにしちゃうと、変なのにしちゃうときつくなって、あ、屋台ゴーストとか、どうしましょうか。今日もマス目の移動だと思うんで、目標がね、足が速いパーティーにしましょう。あと魔法だ。魔法使えないんだ。あぶね。そうだそうだ、魔法使えないんだ。どうしようか。そうなるといろいろ考えるよ。じゃあ、ちょっと待って、これよしでしょ。戻って、ちょっと待ってよ。違う、これじゃない。作ったやつがあるんじゃない。この辺ダメだよね。この辺ダメだね。ここは違うね。ここ。違うね。あれ？作ってなかったかな？作ってないか。じゃあどうしよう。これで、じゃあこれにしようかな。これで。屋台ゴーストダメだよね。ゴッドにして、移動力があるやつか。どうしましょうか。じゃあスライムボーグ、メーダロードはダメだ。攻撃できて、これしようか。テンタクルス、よし、これでいきましょう。1万4000だからいけるでしょう。今日マスへの移動と。なんで炎大弱点だね。昨日はそうだそうだ、結構あれだ、宝箱みたいな呼ばれちゃったんだよね。それで眠りの息やられるパターンだったんで、今日も結構呼ばれるんじゃないって思ってますけどね。で、移動力早いのがやっぱり煉獄町なんで、このままでいきましょうか。操作は自分でやると。よし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 。やっぱ使えないよね。はい、いいでしょう。知らなかったか。よしよしよし。前に出よう。はい。前に出ましょう。なんで向こうは魔法使えんの？ずるくない？向こうは魔法使えんの？それはなくない？呪いによってこの地域、この建物の中は全部魔法使えないパターンが本当なんじゃないの？しかもこれ横に行けない。うわぁ、こんな感じ。マジか。それはちょっとずるくない？寝た。よーし。よし、こっち。もうすぐ移動。半減か。よし、じゃあいいでしょう。
できて稲妻、稲妻、はい、は届かないと。はい、待機。うん、おい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 、あー、やっぱ呼ばれて、誰呼ぶ。うんうんうん、はい、はい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 、ちょっと待って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 、あ、これ右の方が正解だったか。でこっち来て灼熱で、はい倒す、はい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 、こっち行って、半減か、よし、スラッシュ、こっち、あ、こっちはこっちか、こっちなんだ、少しでも与えとくか、はいはい、これはどうしましょうか。吹き飛ばしするとダメだから、稲妻でこっち行きましょうね、はい、こっち行って、はい、毒、はい、毒、よしよし、引きつけろ引きつけろ、よしよしよし、いいよいいよ、引きつけたところで次ここまでいける、よし、いいね、はい、まさか呼ばないだろうね、ここで、そろそろ、よし、風神稲妻、はい、こっち移動で待機、はい待機、よーし、ゴールですね、危ない、いや、ずるくない？向こうだけ魔法使えるって。え、本当のピラミッドって、みんな使えなかったよね。はい、明日は一番どんどん上がってくるな。目標マス、ね。はい、というわけで本日は以上になります。また次回の動画よろしくお願いします。